がんサバイバーミュージシャン浅井真也です。このチャンネルでは自力でがんを克服するための方法や考え方などについてお伝えをしております。ぜひチャンネル登録をお願いします。今回はご自身のお父様が大腸がんになられて手術をした後にですね、抗がん剤を勧められたんですけれども、それをお断りになられて、あるスーパーフードを取られて、そして食事改善をしっかりされて、半年後リンパまで飛んでいたがんがなくなったというお話を取材させていただきました。皆様がん克服の一つの参考になればと思います。もともと父は持病持ちで、まず心臓はもうバイパス手術を何年も前にしてまして、はい、血管が詰まりやすい形で、もともと喘息も持ってたので、呼吸もちょっと荒い時があったりとかするんですよね、はい、で肺も以前十何年前ぐらいまでタバコをずっと吸ってたので、その影響もあってもう人の半分しか肺が機能してないそうなんですよ。あと一つ糖尿病、甘いものがすごい欲しくなって、もう10年ぐらい経つんですけど、糖尿病の数値が高くて、ちょっと個人病院では見れないってことで、大きい病院に入院することになりました。その時に食事の指導ということで入院だったんですけど、で CT で全部移した時にたまたまが見つかりまして、大腸の方にがあるってことを先生が気づいてくれて、手術を早急にでもしようってことで手術をしました。たまたまその糖尿病の数値が高くて入院したっていうことで CT を取ってくれたおかげで見つかったっていう感じで、ちょっと下痢っぽいなっていうのはあったみたいですね。よくトイレにはその頃行ってたので、もしかしたらその頃から症状が出てたのかな。特にそのステージ的にもそんなにひどくない。いえいえ、ステージ3だったんですけど、もう4に近い3って言われましたね、はい、拳分ぐらいは摘出してたみたいです。結構大きかったんですね、そしたら。で、なんかもうリンパまで行ってたので、そこまでは取りきれなかったって先生に言われて。実際抗がん剤はされたんですか？いや、全くしてないです。何かご縁かなとは思うんですけど、手術した後ぐらいに次の抗がん剤が始まるまでの1ヶ月もない間、知人から自分も実は胃がんだったんだよって、あるスーパーフードっていうものをね、飲んだら良くなって、どんどん体力的にも免疫力も上がって良くなって、抗がん剤を全くせずに今5年経ったけど一つもないって聞いたというか、そうなんですか。 CT をまめに1年2回取りに行ってるけど見つかってないんだよっていうのを教えてもらったんですよ。そもそも抗がん剤に対応できる体なのかっていうのも疑問に思ってて、父の場合やっぱり持病もたくさん持ってるし、75歳ぐらいだったんで、手術後自体でも結構気持ち的にも病んでるし、こんな時にまた抗がん剤で父が弱っていく姿を見たくないと思ったんですよね、でスーパーフードのことを聞きに行ったのがきっかけですね。父が理解した上で、家族も理解した上で、じゃあもうこれにかけよう。もちろん抗がん剤してたとしても副作用とか少しは軽減できたのかもしれないですけど、併用してたら、でもこっちに注目して、やってよかったなって感じ。と食事で添加物は避けた方がいいなと思って、裏のパッケージとかスラッシュより後のものを注目して、スーパーに行っても手に取るものを変えたりとか、あと生のもの、サラダとか、通してない酵素が来てるようなものとかを積極的に食べてもらったりとか、こういうこと知る前までは父は朝から食パンとウィンナーを2本食べてたんですよね。そういう食生活だったんで、ちょっと見直そうって言って。そうですね、お米をメインにしようって言って変えましたね、じゃあもう和食中心なお食事に変えられて。そうですね、もともと白米だったんでちょっと玄米、いいですね。お食事変えられて、そのスーパーフード飲まれて、検査は今も行かれてる感じなんですか？あ、行ってます、リンパまで残ってたってなって、そこから食生活を変えたの でその3ヶ月後には血液検査があったんですよね、そこでまず正常って言われたんですよ。おお、素晴らしい。そこでもちょっとびっくりはしたんですけど、まあ血液検査だしちゃんとこう移さないとわからないだろうなと思って、でちょうどその3ヶ月後ですね、だから手術で言ったら6ヶ月後に、次は CT 検査って決まってたので、CT を移してもらいに行ったら、がんが一つも見つからなかったんですよ。あ、すごい。やっぱ3ヶ月で細胞はだいたい変わってくるっては言うじゃないですか。で私たちとかは3ヶ月で結構変わるとは思うんですけど、期待はしてたけどここまでのものとは思わなかったんで結構びっくりしました、ね、じゃあもう本当に病院の治療は一切受けないまま抗がん剤もお断りして、それすごいですよね。僕もそうなんですけど、はい、お医者さんって多分抗がん剤断ったら結構言うてくるじゃないですか。
あ、意外と理解あるお医者さんだったみたいで、はい、あ、そうですか。母が一緒に行って何を飲むとか言わなかったですけど、うん、民間療法でやりたいので抗がん剤はちょっと今回はいいですってお断りしたら普通に理解してくれる方だったみたいで、あ、そうなんですね、よかったですね。そのスーパーフードのドリンクっていうのはもう毎日飲むようなものなんですか？毎日飲んでますね。私、赤ちゃんからもうお年寄りまで年齢関係なく飲めるので、うちの子供も家族みんなで飲んで、あ、そうなんですね。はい、そうですか。じゃあ今はもうその状態でずっとキープされてるようなこと？そうですね、もう最初の3ヶ月ぐらいはちょっと多めに飲んでもらいましたけど、うん、でも全然もうそれからは私たちと同じ量飲んでます。そのスーパーフードってどんなものって皆さん思われてると思うので、ちょっとどういうものかっていうのを話せる範囲でちょっとお願いできたらと思うんですが、科学的にも伝承的にも普通の一般の食品よりも、まあ、特定の栄養価が高いって言われているもう自然の食品で、これは添加物が一切入ってなくて副作用がだからないですよね。お薬とはまた別なので、食べ物っていう感覚で私たちは食べてます。もうこの栄養のバランスっていうのがすごい優れた特別な食べ物なので、健康増進のために飲まれる方もいらっしゃれば、まあ、美容目的とか役立つものなので、今日は体が疲れたなとか仕事で働きすぎたなっていう時はちょっと多めに飲んだりとか、毎日食べるお食事プラスのスーパーフードを取るっていうことをしてます。結構難病の患者さんを持つお医者さんでも結構勧めたりとかもされてるので、知ってる方は多分飲まれてるんじゃないかなと思います。あ、そうなんですか。はい、今 YouTube ご覧になってる皆さんに対して何かこう一言あればお願いしたいんですけども、ずっと一緒にいた父を見てて、やっぱ気持ち的にメンタル的にもやっぱ弱っていく姿とか見てると自分のことのようにやっぱ思うんですよね。そのもちろん抗がん剤とか使っていい方向に向かわれた方もいるとは思うんですけど、うちの家族のように、まあ、お薬を使わなくてもどんどん元気になっていく、免疫力が上がっていくっていう方法もあるんだよってことを言ってほしかったですね。もう術後の時はちょっともう先ももう短いからみたいなことを孫に言ったりとかしてたんですよね。もう今は全くそれがなくて、もう友達にゴルフ仲間とかに自分は消えたんだよみたいなことを伝えるぐらい元気になってます。いや、本当良かったですね。本当にいい選択をされたんじゃないかなと思います。まあ、僕もね、抗がん剤断ってるので、もちろんね、治療法を選ぶのはここで見られてる皆さんですけども、まあ、こういうケースもあるよということで、まあ、一つ参考にしていただけたらなというふうに思いますね。すみません、今日はありがとうございました。ありがとうございます。